いつもながらご繁盛さんで。おおきに。あんたはもうお帰りの。はいはい。金だろ。へい。旦那にな、豪州の飲み屋がおいでしたとこう申し上げといて。へい。どうぞ、お上がりやす。はい。ま、どうぞ。いや、そんなら足なと洗わせていただきます。なんせ、また北海道でもって季節外れのしぐれに会いましてな。さだか。おなぎ出したろな、ほんまに。ちょっとこれを。へへ。お待ちどおり。今の、匠にしちゃったらどんなもんし。さすけど、国からおやっさん来たで。え、ほんまか。嘘言ってどないすね。そんなら、こっち来てその目で見たらいいよ。おっと、さすけどんには、目の話禁物やったな。あほ、出てくぞ。その前に、こっちが出てくぞ。何？はい。てめえ。どうやい？あ、ほんまや。これお巻きやす。おう、サスケやないか。達者で何より。いつもご奉公大臣と勤めていなさるか。まだ親殿さんにお目にかからんよって、お前と口引くも心苦し。また後でゆっくり会いますわ。さすけどん、おやっさん、いつになったらあの、ケチくさい番外、取るつもりやろうな。せやかって、あそこの国の豪州の日の行ってみんな、天馬鹿の人よけいるぜ。へぇ、せやけどここ、大阪の土州町やで。おまけにも、明治も15年やし、なんぼ古い町に向かって、あの番外では緊張しみるわ。サスケ殿の育児なしたら、もう涙ぐんでくるか。さやけどな、おやっさん、岡島屋の与一名そっくり。なかなかええぜ。なあ、小殿。うん、せいぜい。岡島屋ってとこやな。どんなもんやい。お手すきに、ご手前をお願い申しておございます。かしこまりました。なあ、ぬぐいはん。は？伊吹の方は、モグサの出回りがちょっと悪いようですが。まだ、湖北の方は回りませんなんだが、確かに品薄だす。あ、そうなりましょうな。ああ、じゃあやっぱり、親旦那さんの思惑通りや。ほう。旦那様は、さよしたといいますか。相変わらずお目が高い。ここになさっても、豪州の海の底までちゃんと目が届いてなさる。ほんまにな。いや。これはこれはご機嫌よろしゅうございます。お代わりもございませんで。おおけに。あんたはん、みなはん、ご無理でっか。おかげをもちまして、またさすけめに一方ならずお見かけられまして、あつお礼申し上げます。俺も毎日元気だす。会いましたか。はい。先ほどちょっと。ちょっと見んと、エロー変わって出すやろ。体ばかり大きくなりましても、ご用に立ちまするやらと、そればっかり案じております。いや、なかなか、よう働いてくれます。先ほどもあの、お蔵の前で、あれの姿を見ましてな。ふいっと自分の若い頃のことを思い出しまして。あの、お蔵の前では、ご先代様に、ひどくどやされましてな。いまだに忘れまへん。先代は頑固一徹やったでな。それがな。今になりますと、みなありがとう聞いております。おにきこないに、おとりしき願いますのも、また、さすけめがごやかになりますのも、みなおしゅうか様のお情けやと、ほんちもにめいております。ぬぐいはんの義理がたいこと。さあ、奥へおいでやして、ゆるりとお休みやったら。おちょうあいの後で、
寄せていただきます。助けど、助けどいまへんか。何か用か。はい、小井さんがお出ましです。今日は垂れ添に代わってもらったらどうや。はい。せっかくお父さんが来てやはるのに。旦那様、その気合では申し訳ございません。はよ、他の者にことにそう申しなあれ。なんとも早く。いやさに、いつもサスケ丼にしてほしいと娘が頼みよってな。そんならなおさらのことだ。ちょっとご迷惑を思いまして、私が呼んでまいりました。まあ、ぬめはん、まあまあ、娘は毎日のことや。あんたは久しぶり。サスケ丼に話もあるやろ。そんな心配はいりまへん。はい、お片付けのむず。サスケに代わって誰が行くというのや。それをお伺いいたしたいので。無口で手引きになれた別のサスケがおったら探してほしい。誰がいる。はよ呼んで。はい、ほんならもう一度探してまいります。サスケだ、サスケだ。へい、はい、反応うめし。はよー、はよー。小石さん、お師匠とかお出かけだって。でも、旦那は大丈夫に代わってもらえて言いやはる。ほんならわい、代わってもええで。金蔵が、えらいこっちゃ。それこそまた怒ったや。さ、助けど、早い言ってんか。肩切られた。そやけど、人間も艶の代わりになってしまったらおしまいや。そう思ったらまあええわな。そないなこと言うたかて、こやんなあの柔らかそうな手を天かれてこう握れると思うと、もうわいもうたまらん。お待ちどうさんでございました。サスケど、へお師匠はんとこ行ってほしい。なんたらお美しいご成人なされたのでございましょう。お君。はい。今日はサスケには遠慮させと言うたのに。そうでますけど、小石さんが立ってとおっしゃいますので。言い出したら後へ鹿の立ちで困ります。ご不自由なお身に、そのくらいのことなんでお気にされられます。そう、その不憫狩りがかえってあれを増長させまいかと。苦労にしとるのや。まあ、ぬみはん、ここらが親心や。何のご利発なお嬢様のこと、旦那様のおっしゃりようはな。親の口から申しとは思わへんけどな、年に似合わず、ちょうどこう、研ぎ澄ましたような心を持つあれだけにな、いっそこっちの気が張りまんのや。でもまあ、ありがたいことに、近頃では春増兼業がいくも可愛がってくれはりますのでな、こと三味線の上達もその道の人たちの仲間でもきつう評判になっておりますね。それはお嬢さんとしましては当たり前やすい。そう責め立てるのもどうぞして後ろ指を刺されず、その道で立てさせてやろうと思うてな。なんせ明日は体だけにな、世間並みの縁組もちょっと難しいおましたかいな。何やあのおめがといつも思うて泣いております。泣いていたらなんぬぐいはん、うちよう夢にいます。こう目をパチッと開いてな、こっち向いて笑うてくれる晴れの姿を。あ、もうええ、もうええ。ジョルリの沢市でもある前に繰り言が起きなあれ。おめが案内になられましたのは確かお心つの折でございましたな。あの時のことは思い出してもゾッとします。その頃の自分の姿をよう覚えておるようだす。それだけに不憫でな。
えらお世話にござりますな。ございますな。なんぼわてが厚かましゅうてもちょっと気がしてやるがな。若本にお似合わんどっちゃ。おなごはいみつのあたってかなきまへんで、男やかてことの稽古に行くもんだんとおましょってん。そやけどなんぼあの小さんの顔を見られる豊かてわいそこがご辛抱でんがな。まあよろしゅう、あてに任せてきなら。あんじゅうやってきました。そやこ、おいわいが目つけるのも無理なおやろ。ほんまだな。あの間小さんはこの辺りにはおまへんな。そやけどあっちゃで若本の方を目つけられんのは残念やな。そこや、その目見えへんところに引きつけられんだよ。あたやか前みたいにな、担当長を見てきとるとな、あの間小さんに興味を持つもんや。そうだか。ああちょっと、ここ水溜りじゃ。ああ怖っ。ごめんやす、ごめんなさい。まあ、おいでや。どうぞ。昨日は偉い、お邪魔でございました。あの説を話の主人と同道いたしました。ああ、それはまあ。まあ、どうぞわがにやす。ただいまお主犯に申し伝えましたわけ。おきに。あ、しょうもないもんですけど、ご挨拶申し上げた。おきに。これ、あんた犯人。どうぞ我が家へとおきに。若者、我が家へ。
ことはそうのうてありまへん。お前が悪かったらあのバチでバイッと殴られそうだな。若いな。ええ、ほんまですよ。そうやって俺この中2階からガラーッと転んで落ちることもあんねん。なあ、小井さん。そんなことすだんな。なあ、小井さん。小井さん。綺麗やな。わいもあの手を早うこう乗せてもらいたいもんやな。そう言いやはる赤本の男前が見えへんよってに心痛してけつかんね。見えへんかって声でわかるがな。恥ずかしがってはる。たまらんわ。伊藤藩はその後しましにおよろしいかいな。まだ用心して伏せっとります。それはそれは、一時はお兄様がお帰りになるお話やったでな。兄からは長崎が面白いと見えまして、うん、まだ一、二年滞在したいと郵便が参りました。そやけど、薬学とやらも大層ご進歩でしょうな。兄も備えに申しとりました。文明開化の興味ではただの薬屋ではあかんよってに。では今日は雪を通してご覧なさい。
ないか。まあこのこたら。それ誰の三味線や。おや、紙一人です。サスケ、そりゃ何の真似や。夜が明けよ言うに呆れた子やな。申し訳ございません。この頃毎晩サミの音がする思ったらお前やったんかいな。へ、それお前こうたんと違うんか。いただくお手当てをためまして。どれ貸してみ。恋犯の真似をしてなはったんやな。音もするよってに覚えなはったんやな。へ、おうさむ、さ、はよお入り。ええか、お前でっちやで。こんなに開いた口塞がれ。親旦那はんに何ちゅうとお詫びしてやる。アホらしいにもほどなる。これから先二度と会ったらどないに言っても堪忍せんぞ。ワイがほんまに腹立ったらお前怖いの知ってるやろ。え、また何兆こうてもみんなこの通りや。いいか、分かったな。申し訳ございません。国のおやさんに言うてからに見せ断ります。いつ覚えたんやろ。ねじめかてしっかりしとる。お母さん、わてどのぐらい弾けるか聞いてみたい。そうやな、それも面白いこっちゃ。わたが呼んできたら呼んどいてなぶるんと違うんか。なあこと。いいえ、芸道に命を懸けたわてだせ。それだけにサスケが慰み事に三味線弾いとったら真面目に聞いてあります。こっちおいで。誰も怒ってなんで嫌われへん。なんやめそめそしよって。早くこっちおいで。サスケ、お入り。いつ頃から覚えた。春頃、三味線を買いましてございます。そうして、一人で稽古をしてたというのか。え、お供に参じまして、お師匠のうちで弾くとはなしに覚えましてございます。サスケ、わての部屋をおいで。何でもええ、弾いてみ。聞いてあげる。え、サスケ、構わんといかんかいな。うちらも聞いたるがな。恋犯が言うてるよってに。さ、早行きなはれ。はい。紙一口やす。赤、一人だけ引いてみ。サスケ、アホやな。なんで引かんの。さ、引いてみ。ねえ、ほな言わんかて今に引きます。さよか。さよ引き。の弾いてみ。
死ぬたら恐ろしいもんや。わずかな島に、よう思いやったな。ほんまにな。ご辛抱なさらんとな。その五六年の口なんてまんね。茶温度。ははそやけどどだい手が込みすぎてまんな。わてやったら一生かかるわ。うん、一生でも危ないやろ。事態あんたの耳には音の世界がありません。ははそやが邪神半分のお稽古には色町の小唄の師匠をお勧めします。それに弟子たちのうちに面白ない噂も聞こえて誠に困る。どないな噂出す。ご自分の胸に聞いてみなはれ。ああ、そういえばちっとお師匠はわてが大勢の父さんたちにちゃほやされんのはいかんとやはるのやな。はん、おいてんかわこらしい。ほら、男星屋の父さんたちやで、無理もない話やけんど。その父さんたちから苦情が出たので、今日限りお稽古をお断りします。ああ、最後、ほんなら断れまよか。だけどな、お師匠、この家の外やったらどないなお付き合いでも苦情言い張らんやろな。なあ、お師匠。はっ、青草。この構えもっと高うしときなあれ。え？どがしはりました。はあ、若者あんただっか。あ、どこぞ大丈夫へんか。大丈夫へん。ああ、いた。痛いことおまへんか。あ、もういいや。なんで。もぜやの小さん、まだ今回な。知りまへん。お師匠藩から春金という名前でいただいてるわてや。それほど熱心なら教えてあげてもええ。ありがたいことではございますけど、お店の御用を書きましては申し訳ございませんやって。それはわてから頼んであげる。時を決めてお稽古をしてもええ、うん、それもええが。そうしやはったらあの子の心も少しは解けるかもしれへん。わても助かりまんねん。そうやな。ほんならお稽古してあげる代わりお師匠はんといいや。へええか。何泣いてんの。泣かんかってええがな。このまま夜が明けたかてやりや。何や、何でもないやないか。下手くそな。チリチリトン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 、チリチリチリ
ぺんさっきんとこからやってみ。トントン。アホ、わけないやないか、そんなこと。チリチリトントン。アホ。また泣く。チリチリ、なんぼ三味線が弾きたいかって、毎日あの折棺ではな。実やし。そやけど、小井さんも、サスケ派をいじめやはるようになってから、気ままいやはらんで、こっちゃんは助かるわ。ほんまにな。アホらしい。指が違う。サスケ、この指で三の糸をこう押さえて。おや、おやさんがおいでやした。小井さん、お母さんがおいでになったって。ではお出迎えに行ってさんじます。はよ片付けて。はい。たびたび見守ってくださるのはありがたいけど、よおいでやす。えらい難儀でおましてやるな。別に変わり。はい。ほんなら今日はここへ泊まるよせん。帰ってください。はい。おきみ、これ。ご苦労は。え、おきみ、私は嘆くびやな。まあ呆れたもんや。ちったお店も手伝ってくれたらどやねん。小石さんが有馬行きはったら所業たら一通りやないで。はは、そうするとなんやな。しょうみなこと言わんといてんか。それどころか、そう向きにならんかてええやないか。せっかくお許しが出てうつぼのお師匠にお弟子入りさせていただいたのに。羨ましいこっちゃ。それが今朝のあの御用体ではもうお稽古もかなわんことになりそうだし。その心配もあるやろ。そやけど小石さんの病気の方がもっと心配やないか。え、それに噂やとどうやらただの体やないらしいと。誰がアホらしい、そんなこと。そやけど、土生町いっぱいの噂やで。というのは嘘やけんだな。サスケ殿かて、まんざら知らんこともなかろう。わては知らん。知るもんかに。ほんまか。そやけど、毎日、手引き、袖引き、お部屋ではじきじきのお稽古。そのうちにはな。第一、そないな見とらんな小井さんか。つまらんこと言いふらすもんや。つまらんことかい。お縁の時代じゃで。おまけに不自由な体でややこでも産んでみ、一人気があるさかい。小石さんの歩みちゃってやめてんか。お、これはどうした。さあ、お店を手伝いましょう。へえ、お店を手伝いますか。結構なご身分や。お父さんもなあ、こと、お前のただならん体を知らはってからはな、きつい親連れなはったんやぜ。あてからも頼みます。相手を言うてほしい。こと、なんで言えへんの。
今日はどうでも聞きたい。言えまへん。お母はんやお父はんのご心配はありがとう思ってます。でもお互いにならいわん約束をしましたよってね。そやかて他のこととは違いますし、相手の知れん間はわても大阪へは帰れまへん。なこと言うてな、言うてくだされ。サスケか。まあいいえ。なんでなんであのようなデッチ不全に。わてがお母はんあれがそのようなことを言いましたか。まさか言うわけはな。でもそうあってほしい。お父はんもな、サスケなら婿養子にしようとこう言ってまんのやぜ。いや、いやです。こないな不自由な体でも、奉公人を連れ合いに持つなんて、お腹の子の父親にもすまんことだ。そないに強情張ってなはって、生まれてくるやや子はどないなると思ってまんね。そりゃ、出てなしごやないか。もつやでは育てられんよってな。お母はん、そんなら生まれましたらどこぞへやってください。わては一生独り身で暮らします。もう不自由な体では手足まといでございます。ようないとる。さんやの芸妓はんが大勢乗ってお芝居のようだって。きれいやろな、ほんまに。
ってんど。エロ上手になりましたな。いや、育てないな。いや、ほんまだよ。手を切って。どこだ。いえ、なかなか上手やないか。どこで覚えたん。若本の仕込みですって。奥さん。わい、そんなケータなこと言ってへんの。なあ、最後。待って。わい、今にもっとええ踊り見せたろ。天下一品やで。え？どうや。ねえ、半蔵。ことも落ち着いてええもんやな。よっぽど達者な人やな。どこぞのお師匠はんと違いますか。そうかもしれん。なんや、ことやないかい。そうだな。どこやろう。ちょっと見てみ。リムさんの屋根はんから聞こえてまんねん。寝まへんけど。若者、思い出しないんか。何をや。とは薄な酒。文字屋の小井さんねんがな。そうや。思い出した。あれ忘れたら罰が当たるがな。うちの前田農家店のと違いますか。ん、憎い盆地。これも忘れん時なあれ。わっちゃわ、ほんまに。あ、いた。もうあかんわ。ねえ、いたな。おう。また来ていい？え？わざの虫と違うか。あと、物ぬるいやな。ああ。おんてきてあかん。はやだい、はやだい。でけたことは仕方がないと諦めもしますが、生まれたやや子がいじらしゅうて、どうもなりますなんだ。でも折を河内のお猿知り人が欲しいと申しますので、ひと月目にやってしもうたのです。利用は今を心残りでな。急に年を取りました。でもそれもこれもお店代でございます。養生様が終わりきらめくださいましたな。そのこと、我が子ながら俺の心が読めまへん。だが近頃は急に芸ごとに身の入れ方が違うてきました。そこへ生きようと決心がついたんやろうが、それが不憫でな。このご神道の背中で、サスケのようなことにわざわざ起こし、旦那様、もったいなくない。いやいや、去年無理やりに、お金堂を思い切らせ、
芸道に向くようにお勧めしたことじゃもの。出向いてくるのは当たり前だす。あ、でも幸せ者でございます。好きな道には生きられるし、その上旦那様には。そう思っててくださればありがたい。娘も我を張り通して、未だにてて親の名も申しませんが、子供の肩がついたので、淀屋橋筋に別居させましてな。佐助殿に面倒を見てもらうことに承知させました。お店の者も手前ようお分からいなされました。あんたにそう思うていてもらうとわても助かります。何かお礼を申しますせ。何のもったいない。あれのみ一つでは代々のご習慣の御恩はなかなかお返し申せることではございません。不自由な娘、せめてもずやのためと思うて何事も目をつむってくださるか。旦那様、佐助殿の一生をわてに預けてくださるか。はい、承知してくれますか。はい、ありがたい。お礼を申しますぞ。のう、ぬぐいはん。ありがたいことにな。亡くなられた検校はんはな、ご自分の後をちゃんと我にお譲りくだしたので、近いうちにあれももずや春金と看板をあげてお弟子を取りたいと申します。働かいでもとは思いますが、それもこれもみんなあれの気の向くままにしてやろうと思うてな。自分もそう在任がないよ。すまんことだす。みなさんのご迷惑をかけて。あ、気がつきますなんだ。お寒くなりました。稽古せなあすまいんで。サスケ、サスケ。はい。もっと静かにはできんのか。申し訳ございません。静かにしてください。またお師匠に叱られます。ただいま。
てるだろうね。しょうもないこと、お師範に知れて、また盲線の子みたいに、バチでデボチにポイーンってなるようにしなさいよ。あ、怖い。サスケ殿、稽古は真面目にしてほしい。はい。当藩たちと笑い合うていたら、面白いには違いないけど。それでは師匠の貫禄がのうなります。申し訳ございません。おきみ、ぶさほうな、なんぼ年頃や言うたかて、ああ笑わんでもええと思うがな。なんでござります。出稽古に行くよって。はい。あ、よいしょ、おはよう。こっちは先にしよう。はい。おはよう、お帰りやす。まあ遅いじゃないか。何してなかった。えらい目に遭うたし、いつものとこに船子の元がないよって、あっちゃこっちゃ駆けずり回ったんやわ。ないままでは済まされんよってな。ほんまに、ウグイスの方がうちらより位が上やもん。ほんまに。そやけど、ほいでこうと言われてふっとしたやろ。ふっとしたわ。何をもちゃくちゃ言うてんのよ。おいでやす、あのお師範たった今一足がどうでましたって。さよう、しもた。まあや、待ったろ。本人お留守とは間の悪いこっちゃな。こっちゃでお待ち合わせ。どっちゃでも構わへん。わい波のお留守とはちょっと違うよってな。そうやけど。構わへんちゅうたら。若坊、飽きまへんがな。お師範に叱られます。厚かましいお方やな。いや、若坊、こっちは行きやはったんだか。こうへんやないか。うん、あ、うん、で、このおぎんすめんたやろ。リタラハンがおいでやしたじゅうて、この辺に喜んでけっか。お君はもとないなとこでぼやぼやしてんと、こっちへおいでな。かん人。こもへんやないかや。お君はん、いつも切れはんにしてあるさかい、うち好きやし。おいでちゅうたらおいでな。言うてんか、業産ご褒美出すよってな。なんでそんなこと聞きたがりはりまんね。そこんとこ聞いとかんことにはこの胸の内が収まりまへんって。けったいなお人なおんべはん。ほんまにな。なんでな、聞かせてくれたかって言わないかい。そんなこと言いやしたかって別に変わったことおめえんで。ほんまにサスケって言いはりまんね。そうするとサスケはんはお師匠はんと呼んではりまんね。ほら、わかったのかな。わいの聞いてんのは誰もおらん時のこっちゃで。誰もいい日んならうちらかってわからしめへんで。理屈出しゃろ。そこんとこどうにかして聞いたことあらへんか。お風呂屋も小屋もこれこそ起きるんから寝るまで一緒やろ。そりゃお目が見えへんのやもん。なんやかてサスケはんの手を借りんことに。そこや、そこが聞きたいんや。え、そこからの二人の仲がはっきりわからんと、わいかてこの先の付き合いに困るよってな。そやけどな。つまり夫婦かそやないか、そのこっちゃ。まあほらし、休みの春の見て知っとるくせに。お師範はこっちゃ一人して休みはりまんね。これからさつけはんは。あっちゃ出す。うん、さよか。そやけどな、お師範はとっても冷え性を出すよってな。そんなこと言うたら叱られるがな。ええが、え、それでどうするんや、え。
聞かせて。けど、サスケはんもそれはそれは親切だっせ。誰やかって会うは辛抱でけん。でけるわい。相手ご主犯だったら、わいがってするわ。わかった。女子やったら、あいつやっぱり召使いかお弟子かどっちかや。なんで？考えてみ。目をてやったら人前はとにかく備えないんだな、とさんは。お師匠もやっぱり備えな親切ぐらいにはほだされはんと見える。つまり便利やと思ってなるだけや。それで安心した。そやけど、サスケはんは豪州の人やよって辛抱強してはりまんねやで。うん、そうかもしれん。それにあいつなかなか腹ごれやでな。ごめん、ごめんや。おい、誰ぞ来たん？違うか？誰もいやへんのか？やい！えらい、すごい剣幕やな。ぼやぼやせんとこっち入れ。おいでやす。師匠に会わせてんか？師匠に会いたい言うたら分からんのかい？会わせておくれ。そやけど、お留守だすよって。嘘を言うと、ただでおかんぞ。ふんまけ。へえ、さよか。ほんならちょっと上がって待たせてもらおう。あ、ことが一緒だって壊ることある。あんない。かまえん。上がれっつったら上がれ。ゆちさん、どこで待たせてもらったらいいのや。こっちにいんの誰やろ。旦那と違うか。そうか。ほんならなおさらええ都合や。話せ。おう、旦那は、もし。なんで、ねえのや。ほうほう、なあ、なんぼ修行かって、バチで殴らんかって言いやろ。それにな、わいとこの子は、顔が売り物の芸妓やで、ずらしてくれる。さあ、この顔、元々にしてもらおう。お前言いたかったら何もないが。ああ、女師匠のしたことに違いない。そやけども、旦那なら知らんかおてけん理屈や。さあ、なんとかしてもらおう。さあ、旦那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 。父さん、違うのやで。何が違うね。親の理屈が違うと戦るんかい。うん、この人、お弟子さんやし。何？ほや、お前がて旦那になりと思ったんやけど、まだあかん。おしゃんはいまへんのやで、ここに。俺よりな、おっさん。おしゃんがて、お子を一人前に仕上げよう思う一心でしたこっちゃし、了見してあげなあれ。あかん、あげん。そんなことおまっかいね。そこをなんとかしてへんなで、わいかて、峰の利太郎や。ただで口は聞きへん。そやけど、女師匠に会わんことにはどうにも腹の虫は収まらんのやけど。そこをこれで収めときなで、なおっさん。頼んました。な、なおっさん。まあまあ、これでわても顔が立つというもんや。なおっさん、今度一緒に一杯飲みまおうか。了見できんとこやけども、今日は帰ったる。ただおかんつもりやったけど。俺はかわいそうや。相手はおなおやないか。まあ帰ってんか。だが師匠によい言うて、売り物の子に傷つけ腐って。まあいいや、帰ろう。え、おきん、おきん、帰ろう。早くんかい。ほんまに若ぼん言いやはって助かりましたわ。なんでもない。若ぼんこの通りだっせ。えらい同期やな。いやいや、しゅうちゅっかりしてアホらしい。もうよ、けったらこやろう。おしゃはんが言いやはったら、あの期間を来やよってどないなるかわからへん。そやけどやっぱり若ぼんやな。そらそうや、わいがいたからこそ相手すんだやで。おかえりやす。サスケはん、会いまへんなんだ。誰と？そら、よろしおましたな。えらい騒ぎ出した。なんで、あの北の新地の子、あの子の父親ががなり込んできよりましてな。何もがなり込まれることはない。そやけど、ちょうど美濃屋の若坊が言いはりましてな、いろいろ話を。あの方の？まだいられますのか。はい、お待ちしておいでだす。都会お帰りになりました。お待たせしてすみません。
そないに怒っとりましたか。そりゃもうえらいすごい剣幕で。そやけど、なに、わてが50両決まったもんやさかい。50円？はい、そんでいんでしまいよりました。なんでそのようなこと。もったいない。そらあきまへん。相手はそれが目当て出すよってな。そやかて、うちはしつけが厳しいので通っているのやし、そのぐらいなら稽古によこさんほうがええと、そう言ってやります。そんな魚で言うたら暴れまっせ。もともとあの子は毎月の謝礼も滞りがちやけど、少しは見どころがあると思えばこそ損得忘れて尽くしてやっているのに、少しぐらいのこと。なあ、さすけはん、あんたやったらどないにもならんときやけど、わてが。まあまあ、お師範にお間違いがなかったのは何よりです。いろいろありがとうございました。さすけ、お立て替えのお金をお返し申して。え、何も言ってまんねえ。こっちゃの気持ちでしたことだせ。わてくだらへん。お、さすけはん、お師範の言うこと聞いたら飽きまへんで。ご迷惑をおかけして、このままわてが。それはそないなこと置いてもらいの。水臭いわ。あ、俺よりお師範、お願いがまんね。何でしょうか。聞いてくだはりまっか。なあ、お師範、実は萩野茶屋の院長の目が見頃出すよって、お招きしたいと思ってまんだけど。恐れ入ります。あ、来てくださいまっか。それにお諸藩のおことを所望する者も担当りましてな、そっちゃからもうるそううるそ言ってきまんね。なお諸藩、来とくなれ。さあ、そんならぜひお願いいたします。なお諸藩、頼みますさ。ありがとうさんとした。もうみんなうっとりしてしもうてからに、褒め言葉もようでまへん。あれが春納店って言いまんのか。そうだす。けどそないに言うてもろては、かえって決まりが悪うございます。いやいや、
おべんちゃらやおへん。ほんまのこと言ってまんね。さあ、あっちゃんに支度がしてありますよって、ゆっくら召し上がってくれやす。おしゃ、どうぞ。あ、サスケはん、お連れ申してくれやす。はい。頼みます。おしゃ、わてご案内いたしますよって、どうぞ。少しお庭を歩かせていただこうか。ほんならお待ちしてますよって、おはようおいでやす。さあ、みんな、あっちはどうぞ。え、OK、どうぞ。はい、おいではれ。ほれ、ここに目がございます。気が羨ましい。パティ目の気がすい。サスケ、今の人何してはった？いえ、何でもございません。宝冠たちが愛嬌を振りまいていたのでございます。うん、箸がございます。若坊、ん、何をそないそうそうしたいまんね。花のご飯やうまいし。ほな言うね。うん、最善のことを勘定頼んで、ええか。はいはい、こちらでございます。お師匠、遅い使いございませんか。用があれば呼びます。ゆっくり休んで。ではごめんくださいまし。さすけはん、あんたの分はあっちゃんに支度がしてありましたってんで、遠慮なくやっておくんだし。それはそれは、私にはで恐縮でございます。さあ、行きましょう。間に甘えまして、こちらです。お師匠、お一ついかがだす。お師匠、お杯をお取りしまおうか。では頂戴いたします。あちゃん、これどうぞ。大きな、どうぞ。お酌したいんです。おぎ、うん、どうやる。おけん、さあ、一つお干しなはって。なんでね、そんな。でも、あって、お師匠のお召しが出口は頂戴でっかねますよって。堅苦しいこと言わはんかったらいいのもねえんかね。さあ、お一つ。それは感じたくりです。そんならあてがお師匠に聞いてきてありますよって。それは困ります。まあよろしいお前。ではせっかくでございますよって、ご飯でも。なんなんなんだ、今日梅におめへんか。そんなようなこと思うかんだ。いえ、もう。どうも。
ならんな。そうやかって。なんでもないやないか。お師匠はあんまり言わさないようにしてって言うてはったけど、あんじゅう言って飲ませばあかんで。そうか。そうやな。どんなにしてあげまんねん。えらいひっそりしてまんな。お熱いの、ちょっといかがですか。もうよくいただきまして。おおきに。おしゃん、どうす。は、おおきに。おかんは熱いして待ってこなあかんで。はいはい。はい、押して、ええか。もう、備えいただきまへんよって。遠慮してやったら、暇やんで。さあ、おかさんね。大事な役目はございますよって。そのおっしゃらんかって分かったりもんがな。もう、よくいただきまして。いえ、もう。溶けたの、でも。ねえ。そうなの、ね。なかったんと違いますか。何もせえへんわ。ただそーっと手握ったらこないならもう仕腐った。え、これで生意気な。ええわ、前はあの高慢ちきな花今にへし折ったるぞ。あっち、せやけど大したことまへんわ。大丈夫だ。黙れ。これがて男の眉間やで。そやそや、ほんまや。何やて、お前にしたことか。さようか。巻雲と話してみ、両方一緒に。よろしくお願いします。よっぽど高を登ったか。はい、巻雲の方がずんずん登っております。そう、ほどのご機嫌でございますな。あの声を聞いてると何もかも忘れる。萩の茶屋のあの嫌なこと。あのアホなどもう忘れたがよろしゅうございます。あれで出入りが止まってやっばいではございませんか。もう人中に出るのはコリコリ。やっぱり一人でいる方がどんなにええか。でもな、サスケ、
うちお前がいてくれねばどうにもならん。この意気地なしが情けない。とんでもないこと。佐助めはお師匠はんのおため一つに生まれてきたんやとおぼし召しくださらねば困ります。でも近頃は時々お前にすまんと思います。お師匠はんにやんこと。私にはお師匠はんが何もかも思うままになさんのがどないに嬉しいか知れまへん。あ、お師匠ひばりがそれました。それた巻雲の方か。ようわかりまへんが巻雲の方でございます。惜しいことをしましたな。もうええわ。どこへ行ったんやろな。お師匠。お師匠。どうなさいました。お師匠。鉄瓶など、どうしたことでございます。もし、お師匠。お師匠。私でございます。お師匠。あ、サスケ。あ、お手は、あ、誰さね。え、顔。お師匠。大変でございます。お師匠。大丈夫でございます。見はいたしません。これこの通り目をつむっております。ご安心なさいませ。そうしてて、わてはこの浅ましい姿誰にも見せたはない。はい、見ません。見はいたしません。お師匠、ただいまお医者呼んでまいりますから。あ、行ったらいか、離れたらいか。お師匠、しっかりなさりませ。顔が、ね、ちょっとそうお待ちくださいませ。お師匠、誰か、誰か来てください。
おめえ、おきみは、おきみは、おめえ、おきみは、はい、早く来てください、おきみは。何でございます。早くお医者を呼んでほしい。お医者はどないしや。来たらか、入ってはなりません。早くお医者呼んできて。はい。誰にも見せては、見せては。しばらくのご辛抱でございます。我慢してくださいませ。どうない。ではあっちゃへ持ってまいりましょうか。なお師匠、そうイライラなさいましてはお体に触りますよって。持って行って。はい。なんでこっちへ持ってきやがった。お師匠の言いつけやで。そんなこと。なあ、佐助はん、おけががようなるほど。おきが難しゅうならありまんな。無理のないことや。そやけど。はよう直しておあげ申したいのは、あの心の傷や。あれがおいたわしい。そうだすな。サスケ、サスケ。はい。はい。何を話してた。は、別に。聞こえてます。サスケ、またこの顔のことを言うてましたな。めっそうもない。何でもないこと。いいえ、お前はあの時この顔を見たに違いない。いえ、見てはならんとおっしゃったお言葉に何で背きましょう。ご安心くださりませ。それ本当か。この年月お言葉に背き申したことがございましたか。それほどお案じなさらずとも、お怪我の跡が治りましたら、やがては元のお姿に戻られます。お師匠、どうなさいました。なあ、サスケ、近いうちにもこの包帯元でお医者様も来られぬようになる。そうしたら余人はともかくお前にだけは見られねばならぬ。それができぬ、見せとうない。お前に醜い顔を見られるのが
苦しい、悲しい。お師匠、サスケ、見ないでくださる。見ないで、見ないで。ほんなら行って参じます。頼みます。もう明日にでも応対が取れましょう。お師匠、どちらでございます。うちここにいるがな。あのお師匠、わては飯になりました。何？飯に？めくらにか。はい。この通り、もう一切が真っ暗でございます。もう一生涯、お顔もお姿も見ることはございません。サスケは両目を針で刺しました。サスケ、それ本当か？はい、本当でございます。
意図はなかったか。いえいえ、お師匠さんの大難に比べましたら、これしきのことが何でございましょう。あの晩、くせ者が忍び入ったの。知らぬ眠りこけておりましたわ、一生の部長。それがため、お師匠さん一人を苦しみ、自分は無事でおりました。それが、今こそ、お師匠さんと同じことになれました。お師匠さん、今、真っ暗な中に見えておりますの。20年この方、目の底に染みついた懐かしいお顔でございます。にわかめくらのことゆえ、御用を務めまするのもただただしゅうはございましょうが、お身の回りのお世話だけは、決して人でおつかれとはございます。どうか、お師匠、お願いでございます。おそばにお預かりくださいませ。よう決心してくれました。嬉しいと思います。本当の心を言うなら、この顔、この姿、他の人に見られても、お前にだけは見られとうないと。苦しんでいた。それをよう思え察してくれました。サスケ、もう何にも言わんといて、いつまでもこうして二人の世界に暮らそう。お師匠、